皆さんこんにちは、ペトでございます。アースライトですね。プツーの方に入っていきましょう。ガラン突破作戦というねステージでございますね。ガルト軍の攻撃を逃れた部隊は反ガルト連合軍に合流するためにオリンポスへと急いでいたと。同じ頃、アリマンは最後のファクトリーオリンポスへの進行を指令した。反ガルト連邦軍がオリンポスへ向かうにはガルト軍の包囲網を突破しなければならなくなったのだと。ガランと呼ばれる宙域で今突破作戦の一つが始まろうとしていた。司令塔ってこれね、なんか和菓子みたいなやつね。で、なんかニューフェイスやね。おー、レールガン持ってんのか。で、このなんか防御支援用の、巨大な、これもミサイルポートなんですね。なんかファンみたいなやつですよね。ね、もともと言いましたね、前回も。引きつけてからぐるっと回るっていう手が有効的なのかなと思うんですけどね。全滅もいいんですけど、司令部和菓子みたいなやつ倒す方が良さそうなんで。おお、いきなり来るんかい。また思ってた行動と違うね。うわー、2体やられた。こっちから攻撃できないからね。おお、入ってくる。あ、いいね、半分減らしましたね。キャツラ回り込んでこようと思ってるね、これ。半分減らされたわ。あらら、ほぼは言っちゃうね。仕掛けたもん勝ちやな。おお、よしよし、6体。おお、こちら損害ゼロでしたね。
これで回ってみたらどっちから回ってくるかやな。多分近い方からやから左側から来るよね。これは前から来るよね。3体減らされた。ああ、2機も潰されたね。で、あの2体が回ってくる前に本陣壊しちゃえば。守る気はゼロやな。2ターンでか、攻撃2回できましたね。うん、司令塔破壊、まあこっちの方が、ミッション的には高いんでしょうね。この総評価が全く分からんのやけどね、ソーラーバードっていうのがね。まあでも今回ね、一部隊も潰されなかったから良かったと思いますね。まあ結構ご利用し進んだらいけるような感じやから、やっぱりちゃんとね、防御とかあんまり考えてないな、ちょっとつぼしいなお子様でもね、遊べるようには作ってあるということでしょうね。はい、ということで、セーブだけさせていただいて、はい、でここで、終わりたいと思います。まあ、大体でもちっちゃい面やったら10分ぐらいのね動画になってしまいそうな感じしますね。まあ、これからちょっとどんな面やったかね全く覚えてないんでねあれですけどね、まだまだお付き合いいただきたいと思います。では、今回はここで終わりです。ありがとうございました。それでは、さよなら。